皆さんこんにちは、エスプリの川村です。今日のご紹介は待ちに待ったですね、車両がようやく入庫しました。どうだろう、1年半以上かな、ごめんなさいちょっとアバウトなんですけれども、やっと入りました。で、多分皆さんこちらの今から紹介する車欲しくて欲しくてしょうがないと思うんですけれども、現状今注文ができません。トヨタの方も予約がもう受付をしてなく、生産が止まってるという状況なんですけれども、なんとかですね弊社の方としてはお客様からご注文が入ってましたので、すぐオーダーを入れて予約入った車となります。それがこちらです。はい、ランクルの ZX です。かなりね入手困難になっていて、もうすでにすごいプレミアムになってる車であります。一点一点ですね、こちらのランクル ZX の詳細パーツをご説明しようと思います。金額も含めてですねお伝えできたらいいかなと思っております。まずはですねランクル ZX、 こちらは V6 3.5 リッターツインターボで、パワーが415になります。ちなみにディーゼルは 3.3 リッターのツインターボで309パワーなので、ガソリンとディーゼルで106のパワーの違いがあります。ということでちょっとじゃあついてるパーツの紹介を一点一点していきたいと思います。まずはですねこちらホワイトパールなんですけど、プレシャスホワイトパールっていいます。メーカーオプションで5万5000円です。見えないんですけれども、もう一つ2番目の紹介が電動のリアディフロック、こちらが2万2000円装着されています。3つ目、 SD ナビゲーションシステム F、 これがですねこちらです。ちょっと今納車前ということで全部こういった形で今保護をしちゃっておりますんで、モニターもですねビニールをちょっとつけたまんまになってます。こちらがですね SD ナビゲーションシステム、63万2000円です。先ほどですねお話しした SD ナビゲーションシステム F、 これがですね63万2500円なんですけど、それに含まれた形でこちらリアエンターテイメントですね、こういった形でモニターがここについております。ここもねソースボリュームという形になっているので、後部座席からも操作が可能ですね。4つ目の紹介がこちらルーフレール、これもね標準でついててもいいんじゃないかなと思うんですけど、こちらがメーカーオプションになりまして 3万3000円です。なんかもう最初からね本当ついててもおかしくないんじゃないかなと思うんですけど、なぜかこれオプションになってます。次の紹介、実際にはわからないんですけど、タイヤ空気圧警報システム、これはね空気圧センサーですね、こちらがですね2万2000円になります。この中に空気圧センサーがついてます。次に ITS コネクト、中に入ってるものなんでちょっと説明があるかもしれないですけど、一応 ITS コネクト27,500円、これがついてます。そして私もつけましたけどこちらクールボックス、これクールなんでこの中にですねペットボトルとか缶ジュースとか入れて、これを押してもらうことによって冷やされるっていうシステムです。これはもう必需品じゃないかなと思います。クールボックスが71,500円です。あと次紹介するのはちょっとこれ見えないんですけれども、すでにテレビキャンセラーも入れてあります。こちらがですね 26,180 円でした。テレビとナビをキャンセルですね、そういうシステムになります。次フロアマット、こちら純正のフロアマット、なかなか渋い柄なんですけれども、ここにですねちゃんとランドクルーザーってロゴが入ってます。これがですね 71,500 円、結構お高いです。でも純正品なんでね、これを私もおすすめします。次紹介するのはこちらサイドバイザーですね、 RV ワイドタイプ、こちらが純正品を使ってまして 37,400 円になります。これねやっぱなければないでもいいんでしょうけど、空気を入れ替えしたいとかそういった時は雨の日でも使えるので、こちらは必須アイテムかなと思います。で次紹介するのがですねモデリスタのエアロを紹介します。まず前からこちらフロントのモデリスタのエアロになります。これはですねちょうどここにゴムがこう見えますけど、こっからこの位置でかぶせるタイプのハーフエアロになってます。でモデリスタの特徴としてはやっぱこういった形でメッキをですねふんだんに使ってるっていうのが特徴だと思います。純正のグリルももうメッキがこういった形で入っているので、これに合わせた形でついてます。こちらのモデリスタフロントスポイラーは107,800円になります。次は
ここですね、モデリスタフェンダーガーニッシュ、こちらがですねフロント2枚とここがね分割になってますね。これドアがねこうやって開くのでここが分かれてます。これがですねなんと182,600円です。お高いです。サイドステップはちなみに純正のままなんでここまで触ってないです。で次がこちらリアスポイラー、これも塗装済みです。ここにですねマフラーカッターが装着されるんですけど、このリアスポイラーは66,000円になります。ここのラインからですねこういった形でかぶせになってて、片側だけこうやってマフラーカッターがつくんですけど、これ結構いかついですよ。しっかりついてますね。これはマフラーカッター金額が5万600円、まあまあします。でですね次の紹介はこちらモデリスタリアバンパーステップガードって言います。ここにモデリスタのロゴも入ってます。こちらがですね47,000円。これね何がいいかっていうと、ここにですね荷物こう出し入れするときにここ擦るときあるんですよ。よくあるのがゴルフバッグとかドーンって入れて長物だとここ引きずる可能性があるんですね。それをねガードしてくれるっていうものなので非常にこれはおすすめです。ちなみにここ後ろ消化しちゃう3列シートの3番目になるんですけど、 ZX にはここに実はボタンがありまして、ここを押すと離すと止まります。はい、こういう形になって、今度こっち側もちょっと下げてみます。いかがでしょうか。こんな形でフラットになってすっきりするので、おそらくゴルフバッグは 1,2,3 個ぐらい乗るんじゃないかなと思うんですけど、で一応ここにですね AC100V 刺さるのもついてます。あともう一つ、これちょっと私初めて見たんですけど、ここモデリスタラゲージ LED、 これもモデリスタから出てますね。ここはですね照明が広範囲に当たるので、夜ですねこれによって収納する明るさをキープするっていう役目になります。でパワーはここで連動で閉まります。はい、あとですねこちら、これがですねルーフスポイラー、こちらもモデリスタの商品になってます。でもう一つモデリスタメダルガーニッシュキット、こういった形で全部のドアに装着ですね。ここにモデリスタっていう刻印が入ってます。なかなかかっこいいな。これがですねガーニッシュキット59,400円、いちいち高いですねでもねもうこの辺はランクル300自体がいいお値段なので、この辺のパーツ類に関してはしょうがないかなと思います。はい、ということでもう一回ですね説明させてもらうと、車両がね730万、オプション類などを含めて約ですが930万ぐらいになりました。一応そういった内容のはずです。なかなかねお目にかかれない希少なランクルが入庫しました。本当にお客様もですねいつ入庫するんだってよくお問い合わせをいただいてたんですけれども、本当にようやく待ってね入りましたので私も嬉しく思います。こちらですね後日納車するんですけれども、追加でボディのガラスコーティングをしました。であとウィンドウガラスをですね撥水をかけて、リアガラスもともとプライバシーガラスで黒いんですけど、さらにもう1枚貼らせてもらって外からの視界を遮ります。あのフロントガラス3面はですね貼ることができないのでリアだけ貼らせてもらいます。はい、ということで今回はランクル 300ZX ホワイトパールの紹介動画になりました。この動画良かったって思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方も本当によろしくお願いします。ということで今回はランクルのご紹介でした。ありがとうございました。